大好きな弟へのスキンシップが止まらなくなってしまった僕、そこへ弟からの予期せぬお返しが。どうも僕です。朝からパパとまったりくつろいで幸せ気分です。このわしゃわしゃと強めのマッサージがたまらんのです。はぁ、ほぐれる。弟のミルクの時間になったので、いつものごとく応援します。頑張れ頑張れ。僕が近くで見てるにゃよ。近頃寝不足気味なのでしょうか、頭がぼーっとしてきたので、僕も今のうちに仮眠させてもらいます。よいしょっと。最近の弟は離乳食の進みも順調で、こうしてミルクの見守りをするのもあと少しなのかと思うと、なんだか寂しくなってきます。しっかり目に焼き付けておこっと。やっぱり弟が気になって眠れなかった僕、弟のミルクの応援に戻ります。あともうちょっとにゃよ。頑張れ頑張れ。これ飲み終わったら追いかけっこして遊ぼうにゃね。くんかくんか。はぁ、なんていい匂いなんだろうか。とそこへ潜りたくなった弟が一時脱線しましたが、気を取り直してお食事を再開します。お料理よく飲むのにゃよ。触れ合いたい気持ちを抑えつつ、邪魔にならないように周囲をパトロールします。でもやっぱり弟に近づきたくなって、無意識のうちに吸い寄せられる僕。理性を失った僕がお手々にスリスリしようとしたら、なんと弟の方から僕をなでなでしてくれているではありませんか。気を抜いていたら最後は手が当たり、ちょっとびっくり。飲み終わるまで少し離れて見守ることにしました。お食事が終わったようなので、弟と一緒に遊ぼうと思います。こっちにゃよ。もちろん弟もすぐに追いかけてきます。ところが僕を探している最中におもちゃに気を取られ、寝転びながら遊び始めてしまった弟。そんな時はせかしたりせず、辛抱強く待つのが鉄則です。僕は僕で床の匂いを嗅いで時間を潰します。そしてその時は突然やってきました。僕が危ないものが落ちていないか入念にチェックしていた時のこと、弟が急に僕のことを思い出し、こちらに歩いてくるではありませんか。そして次の瞬間、なんと僕のモフモフボディをわしづかみ。ちょっと急な出来事に驚き、急いで退避します。びっくらこいたにゃ。その後も追いかけっこして遊ぶ僕と弟でした。おまけ。今日のおまけは珍しく弟のスペースに迷い込むもこちゃん。ふんふん。ってあれ、ここは追いかけっこ強制参加で噂の危険地帯じゃないの。私はごめんだわ。とそんなもこちゃんを慰めに行ったら、なぜか猫パンチを食らう僕でした。